コモチカナヘビは、ユーロコモクカナヘビかコモチカナヘビ属に分類される、トカゲ。本種のみで、コモチカナヘビ属を構成する。ヨーロッパ及びアジアに広く分布しており、トカゲ類の中では最も分布域が広い。分布は、メキシコ湾流が北部まで達し、比較的温暖である、北極圏北部の北ヨーロッパにまで及び、トカゲ類の中では最も北部に生息する首都。 なっている。また、アイルランドや北海道、サハリンなどにも分布する。地中海地方の大部分には分布しないものの、スペイン北部、イタリア北部、セルビア、マケドニア共和国やブルガリアなどにも分布するが、国海周辺地域には分布しない。日本では1961年に発見され、北海道のサロベツゲニア周辺から、稚内市、サルフツ村、 浜トンベツ町にかけて分布する。全長14から 18cm。東道町5.5から 7.5cm。東道町は、最大 12cm。通常は5.5から 7.5cm 程度で、全長は12から 18cm になる。お長は、東道町の1.25から2倍であるが、尾は、じぎれを行うためしばしば部分的。 もしくはほぼ全部を失っている個体がある。頭部は小型で丸みを帯びる。大体部にある小さい穴の開いた鱗の総数は約十0対オスはメスよりもほっそりとしている。首や尾は厚みがある。頸部や他の鱗はギザギザとしている。日本国内に生息するカナヘビ類では東道町では大きい部類である。死死は短い。本種の体色は 多種多様である。主な体色は褐色であるが、灰色、オリーブ褐色や黒色になることもある。メスは、しばしば脳褐色の上が、脇腹や背面後部に見られることがある。また、単色の上で脳褐色もしくは泡褐色のブチが、背面の両脇にあることもある。大部分のオス及び一部のメスは腹部に脳褐色のブチがある。オスの腹部は、 通常黄色かオレンジ色、稀に赤色の鮮やかな色をしている。メスはより淡く、腹部は白色である。喉は白色で、時折青みを帯びた個体もある。ラセルタバイビパラとして1787年に記載されたが、これを無効名とし、ラセルタバイビパラは1823年に記載されたとする説もある。以下の分類は、レプタイルデータベースに従う。 草原や湿原、林園、明けた、森林、海岸、農耕地などに様々な環境に生息する。日本では湿原内の低木のある草地に生息する。南部に生息する個体群はアルプス山脈の3000メートル以上の高標高地に分布する。北部の個体群はソリニア牧草地、原野、ヒース、湿地帯、砂丘、岩石地帯、道路脇。 池垣や庭等を含む、より乾燥した低地で見ることができる。地上性であるが、石や倒木、低木植生などに登ることもある。昆虫、クモなどを食べる。大きな獲物は咀嚼し、飲み込む前に、口の中で振り回す。中高生で、早春や晩秋、夏の寒い日には、体温が活動に、最適な約30度になるまで、日光浴を行う。 繁殖期は4月から5月にかけて、オスは交尾の前にメスを顎で捕まえる。メスがオスに興味がなかった場合、激しくオスを噛む。子はメスの体内で約3ヶ月間発達する。繁殖形態は耐性だが、ピレネー3脈ヤク3アシュ、ZV リュイスライッツイには卵性の個体群がいる。和名は繁殖形態に由来する。 1>, 1回に3から15頭の妖体を生む。妖体は黒色で約3センチメートルで生まれたばかりの時は卵の白膜に覆われており数日後に剥離する。オスは2年でメスは3年で生成熟する。卵性及び卵体性の個体群が混ざり合う地域の個体は雑種ができるが胎児の危険が伴う。北部の個体群は9から10月頃から 地中や倒木の下などで冬眠を行う。冬眠は2月中旬頃に終わる。南部の個体群は1年中活動する。都市開発や農地開発、観光開発などによる生息地の破壊により生息数は減少している。分布が非常に広いことから種として絶滅の恐れは低いと考えられている。一方で、 オランダやスイスなどの個体群単位では絶滅の恐れがある地域もあり、イタリア帝地部などのように絶滅した個体群もいる。ありがとうございます。